市内じゃ子供とかにはよく寄ってこられるけど、何が言いたいのかはよくわからないよ。何を言われたのか知らないけど、誰に好かれようが関係ないよ。俺が好きなのは、なぞなぞを出してあげるよ。久々にさ、いいだろ？すっごく簡単なやつ。謎謎答えて。俺が何よりも好きなものってなんだ？本当に？わかんない？俺が何より好きな女の子。ギブアップしちゃうんだ。なるほどね。じゃあ答え合わせする？正解だろ？
上から落ちちゃうなんて猫失格だよ。泥だらけになっちゃったから早くきれいにしないとね。そうだねえ、一緒にお風呂に入らない？俺のこと洗ってよ。ずいぶん慣れたみたいだね。俺にこうしてじゃれつかれるのにもさ。嬉しいな。俺こうやってあんたにくっつくの大好き。何か欲しいものはあるか？違うよ、そういう意味で聞いたんじゃない。理由ならあるさ、君が不自由していないかと思ってね。そうとも、これは夢だから、君がここでいくら過ごしたと感じてもそんなには経っていないよ。どうせ目が覚めれば消える、一瞬のことだ。消えてしまうから欲しがらないのか？夢だから意味がないって。そうだね、夢だからこそ抑えることも無意味だ。欲しがるべきだよ、素直に。目が覚めれば一瞬でも、今は長く感じるだろう。長くここにいるなら不自由はない方がいい。君は疑い深いな。おかしな意図なんてない。そうだとも。だから
教えてくれ。何でもいいぞ。君が元いた世界のものでもいい。出せるよ。何だって出せる。夢だからできるんだ。君も知っての通り、ここでなら私は何でもできるからね。願うことなら君にもできる。何でもいい。この世界にはないものだとか、今手元に欲しいものがあれば出してあげよう。それでもないよりはいいだろ。現実へは持ち帰れなくても、ここへは持ち込める。何かないか。君がいた世界のもので、ここに欲しいものは。それでも何かあるだろう。生活の必需品じゃなくていいさ。そういった現実的なものでなく、娯楽や感傷的なものでもいい。元の世界にしかないもの。例えば、君が執着していたものは元の世界にしかないもの。そう言わずに考えてみてくれ。何だっていい。どんなに些細なものでもいいから、それを出してあげよう。元の世界のものでも、この世界で手に取れるように。君が執着しているものはこの世界に置いておきたいんだよ。まだしばらくここにいるかもしれない。それなら大切なものは手元にあった方がいいだろう。離れていれば気がかりになるはずだ。そういった執着は煩わしいものだから。気になるものなら手元にあった方がいい。その方が落ち着くはずだ。そうだよ。この世界で君の手元にあればもう気にならないだろう。何かないか。
本か。それは難しいな。君が内容を知らないものでは私には再現できない。どんな結末になっても構わないようなら出すな。いや、結末に至るまでも保証できないな。でたらめな代物になるかもしれない。そうか、その程度か。そろそろここに引っ越しておいでよ。突然何って、突然じゃないよ。俺ずっと考えていたんだ。俺あんたのことが大好きだからずっとそばにいたい。こうして時々会いに来たり時々会いに行ったり、もう終わりにしない？こっちに住んじゃえばいつでも好きな時に遊園地で遊びたい放題だぜ。ずっと俺と。それに俺さ、そのあんたさえ良ければ一緒になんて言っても気持ちは変わらないよな。変なこと言ってごめん。さ、次はどこに行く？付き合うよ。なんだか嬉しそうだな。いいことでもあったのか？俺にも教えてくれよ。ねえ、今回はゆっくりできるんだよな。俺計画を立ててみたんだ。計画通りにデートしてみない？まあでも猫は気まぐれだからさ、多少の予定変更は多めに見てくれよ。ねえ、今回はゆっくりできるんだよな。俺計画を立ててみたんだ。計画通りにデートしてみない？まあでも猫は気まぐれだからさ、多少の予定変更は多めに見てくれよ。僕らって勤勉な門番だよね。そうだね、あまりに勤勉な人間ばかりだと組織ってのは成り立たないよ。そうそう、現にひよこウサギはバカみたいに真面目だけど、ボスはだるそうにしてるし。僕らはそれなりに真面目に働いて、それなりに不真面目になった方がいいってことだよね。うんうん、じゃあそろそろ不真面目になろうか、兄弟。そうだね、あれ、お姉さん、散歩。
ちょうどよかった。僕らと遊ばない？釣れないな、お姉さん。僕たち不真面目にならなきゃいけないところなんだよ。そうだよ、お姉さん。不真面目なことさせてくれないの？おや？ちょうど君をお茶に誘おうと思っていたんだ。どこにする？外で飲む紅茶は格別だし、紅茶の香りが広がる部屋で飲むのもいい。酒と同じだな。そうそう、誰も捕まらなくてな。エリオットには仕事を任せているし、大勢でお茶会というのもいいが、君と二人で紅茶を飲む時間が私は好きでね。君もそう思ってくれていると嬉しいんだが。悪くないと思ってくれているなら上出来だな。その後に続く言葉は聞かなかったことにしよう。私は君といると退屈しないよ。さあ、お茶にしよう。おっさんならさっき出かけちゃったけど。今回はおっさんに用事？そっか、俺に会いに来てくれたわけじゃないんだ。耳と尻尾が垂れているって？そりゃそうだよ、落ち込んでいるから。何って、猫耳と猫手、遊園地のお土産だよ。こんなのつけられないって？俺とお揃いになろうよ。ホラーハウスって好き？俺はどっちとも言えないんだよ。アトラクションと違ってさ、そんなに大きくはカスタマイズできないだろ。驚かす場所なんかもある程度予測できるし。ああ、でもあんたが怖がってくれたら楽しいかも。キャーってくっついてくれたりしてないか。あんたのことを探してたんだ。用事？いや、あれ、なんで探してたんだっけな。いいだろ、とにかくあんたに会えたんだからそれでいい。
れたな。休憩もらえないとやってられないよ。先に賃金値上げをしてもらいたいよ。僕は今すぐ休みたい。僕は今すぐ給料を上げてほしい。そんなに急いでどこに行くの？もしかして誰かと約束しているとか？あんたが駆け足で会いに行くなんてよっぽど大切な人なんだろうね。わかんないから聞いてるんだけど、もしかして俺には言えない相手？まさかおっさんなんてことはないよな。隠さないで教えてよ。